エンタテインメントレスキュー。ビートルズがジョン・レノンさんだったっていうのは最近知りました。エンタメ研究員なのに嘘。はい、じゃあ他のメンバーは、ビートルズの他のメンバー知ってます？知ってるよ、もう一般常識でしょ。そうなんですか。ちょっと待って、有名な人？有名ものすごい有名な人ですよ。ちょっと待って、ビートルズにいる人ですよね。はい、あれだ、あのこういう人。お、ルー大柴さん？そんなないでしょう。じゃあ ロックの人、こういうねねねみたいな。プレスリー？あ、プレスリー。プレスリー？ビートルズにプレスリー？有名な人でしょ？ちょっと待って。わかんないです。ジョン・レノンさん。ポで有名な人？ポで有名な人？多分でも。わかった。ポール・マッカートニー。そうですよ。あと頭文字お願いします。リ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 ッキー・マーチン。あーちーちーでしょ、それ。あれ？あーちーちーいないよ。リ。リチャード・ギア。わかんない、わかんない。リー誰？これはまあ女の子だったらまあわかんなくても、これリンゴスター。ああ、はいはいはい、わかりました。あともう一人だ。ジョージ・ハリソン。あ、そうだ。ジョージ・ハリソン。ね、へえ。がビートルズ？すごいメンバーですね。すごいメンバーじゃないですか。あんたの挙げた方がよっぽどすごいよ。エルヴィス・プレスリーとかさ。ねえ、モノマネ王座じゃん。あのさ、俺すげえ好きなの、はい、あれクリスマスの時に流れる。あ、So this is Christmas。 うん、いい。 Happy New Year。 最後子供がさ、わーわーわー、怖いよ、なんか聞くだけでこうさ、熱いものが込み上げてくるよね。いいですよね、本当にね。あれは最高。ジョン、ありがとうってね、本当思うよ。だってもう未だにCD 売れてますからね。いやいやいや、よかった。ジョンが僕たちにくれたものっていうのは本当に永遠にね、僕らの中で奏で続ける。ありがとう。さて今回はですね、ジョン・レノンにちなみまして、最低だな本当に。いや本当に怒られるよこのジョンをね。違う、言い方が嘘っぽいんだもん。崇拝するね、僕らにとって。でも好きですよ、私だって。はい、あ、まあまあ、はいはい。CD 何枚持ってるか聞いて。何枚持ってるんですか？ゼロ。それこそ最低だと思いますけど。テレビで聞くぐらいでよく流れてるから。でも私このさっきのハッピークリスマスはうちに CD ありますよ。ちょうだい。なんで？ちょうだい。なんで？クリスマスソング特集みたいなのに入ってます。いいな。これ貸してよじゃん。これ。